グアナユウ繁殖後、グアナユウの集団は、チリの南部とエクアドルの北方に広がり、はるか北のパナマとコロンビアにまで及ぶ。これはおそらくエルニーニョの都市に、食料を不足が起こることで大規模な散布が起こるためと見られる。主要な生息地には、海の浅瀬と岩岩が含まれる。グアナユウは、岩ウと外見的な特徴は似ているが、岩ウより大きく、 くちばしの先から尾の先までの長さは78センチメートルと測定されている。くちばしは赤の混じった下地に灰色を押している。顔は緑色の目をしていて赤い。バラ色の足を持つ。頭、首、そして背中の体の外側に当たる部分は黒い。喉、胸、そして胴体は白い。夏場の時期は頭と首の側面に白い羽を持つようになる。 繁殖期は年中行われ、11月と12月にピークを迎える。平らな表面を持つ、沖の島か、人里離れた岬のあるグアのに巣を作る。1メートル四方ごとに3つの巣を作るという高密度なコロニーを形成する。そこに、グアナウは約6340ミリメートルの大きさの卵を2から3個産み落とすのである。グアナ湯は主にペルーカタクチイワシと、 ペルーランプロースを餌として与えるが、それらは、寒いフンボルト海流に生育している魚である。グアナユはこのグアノの主たる生産者なのである。グアノの分解が終わり、過剰に魚が捕食されると1984年に、見積もられた3億羽という数値から約30%の個体数が着実に減少していく結果となった。そのため、この書 IUCN によって、 NT リストに指定されている。学名のブーガンビリは、フランスの探検家、ルイス・アントニエでブーゲンビリを記念した名前に、由来している。ありがとうございます。